今日は、マシンロボのこのバイクロボを見ていこうと思います。これも家に残ってるやつなので、結構このハンドルが取れてたりタイヤがなかったりします。あと多分ここもあれかな、ガードがついてたんじゃないかな。そういう感じですね。タイヤも片方だけですね。じゃあこれをロボットにしていこうと思います。もう久しぶりなのでよく覚えてないですけど、まずこのエンジン外れますね。でもあとは足を、もうやばい、もうバキバキになって、足をこう伸ばして、この手を、うわ手が、手でこのタイヤを取って、手をこう下ろすと、これで一応ロボット形態で、タイヤが肩につくっぽいですね。これはどうなんだろう、どっかつくとこあんのかな。これはなんかつかない、エンジンはつかないっぽいですね。これで一応できました。こんな感じですね、後ろはね。で今回オープニングに女の子の絵が描いてあると思うんですけど、この前ゾイドのやつをやった時に友達に女の子を描かないとダメだと言われて、それで頑張って描いてみました。まあ女の子なんて描くことないので下手くそなんですけど、まあちょっとずつは上手くなったらいいなと思います、はい、そういう感じですね。アップ顔はこんなですね。そう、あの女の子の絵はこのバイクロボはパッと見なんか海女さんみたいだなと思って、この顔の白いところが、それでああいう感じにしてみました。はい、で今回はこのカードを添えてっていうことだったので、たまたま家にこれ何でしょうね、テレビマガジンかテレビランドとかの付録があったので、このカードもついでに紹介していこうと思ってます。で今回このバイクロボなんですけど、マシンロボ第1号、オートバイがロボットにチェンジ。事件現場に真っ先に直行し、調査や偵察をする。素早い行動はマシンロボの忍者と呼ばれる。で、武器がレーザーブラスターと、で、マシン時の最高時速は420キロも出ます。めちゃくちゃ速い、うん。こういうカードが初期の頃ついてたんですよね。だから、まあ、うちにあるマシンロボとうまくこのカードが合う場合はこのカードも紹介していこうと思います。